再びの波、綿密な準備とエイクや今まで助けた人々の協力によって村への被害を最小限に抑える直文。無理するなよババ。早期に波を終わらせるため戦いの舞台となっている幽霊船へ向かう。連携を取らない三勇者を叱責しつつ、倒すべき敵をあぶり出した直文はあの呪いの力を使うことを決める。次回最悪再び。三勇者って本当に使えないですよね。